吉川元井吉川元伊3月13日隊は日本の外交官2013年6月から2016年6月まで国連大使2017年4月から国際キリスト教大学特別招聘教授神田外語大学グローバルコミュニケーション研究所客員教授奈良県御世市出身1966年なら 県立うねえび高等学校に入学し、ESS に入部。部長の末吉公明と、松本徹 NHK ラジオ講座を勉強する。1968年 AF 図で、イリノイ州、リロイのリロイ高校に留学。1974年国際、キリスト教大学教養学部社会学科を卒業する。大学では、柔道部に所属。行動官の黒帯を取得。 1974年外務省に入る。スペイン語研修として、バリアドリッド大学を呼び、マドリードのスペイン外交官学校に留学。研修中に知り合った、フランス人女性とアルゼンチンで結婚し、大使公邸でレセプションを行った。息子のユーサトルは長じて、イラストレーターになった。外務省中南米局中南米第一課、外務大臣官房人次課 経済協力局無償資金協力課主席事務官、経済局国際機関、第2課長、総合外交政策局国連政策課長、経済協力局審議官、国連日本政府代表部政治担当大使、中東アフリカ局長を経て、2006年9月から、中スペイン大使。スペイン最高位、イサベラ女王勲章受賞。1921年。 当時皇太子で欧州訪問中の昭和天皇がパリでスペイン国王アルフォンソ13世と昼食を共にしたがしばらく全くその事実は知られておらず1980年に来日したアルフォンソ13世の孫のフアンカルロス1世に昭和天皇が私はあなたのおじいさんにご馳走になったことがありますと囁いたことがきっかけで2006年9月に 収入した、吉川元イ中スペイン大使が詳細を明らかにした。その後このことが、スペインの公的な対外政策誌の中でも引用され、両国関係の緊密化に寄与した。2009年3月から初代アフガニスタン・パキスタン、支援担当大使。現在は、経済協力開発機構日本政府代表部大使。2010年12月16日。 経済協力開発機構理事会は、吉川大使を、2011年の理事会に次ぐ、最高意思決定機関である、執行委員会議長に任命した。2013年6月から2016年6月まで、国連大使を務めた。2017年4月より、母校である国際キリスト教大学の、特別招聘教授及び、神田外語大学客員教授。 日本信号アドバイザー、GMO インターネット特別顧問を務める。国連大使時代に北朝鮮メディアから呼び捨てで非難されたことがあり、部下から大使、これは勲章ですと言われた。また、これに関連して自分一人で記者会見した様子がワシントンポストの一面トップに顔写真付きで報じられ、話題になったという。ありがとうございます。